FMO那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後1時を回りました。週刊ウィーラブ沖縄パーソナリティの国吉麻里です。関です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では意外と知らない沖縄のディープな情報や観光移住の際に役立つウチナーハック、おすすめのお店やイベントなどをご紹介していきます。この番組を聞けばどんどん沖縄通になること間違いなしというような情報をどんどんお伝えしていきますので、ぜひ最後までお聞きください。はい、改めましてこんにちは。私実は週末に腰をひねったんですけどぎっくり腰ぎっくり腰に多分なりかけのところであってなって、もうそこから一応何のことなきを得たというか、それ以上はいかなかったんですけど気をつけといた方がいいことありますか？いや俺もねなったんだけど、はい、俺はなんかね遠隔治療する先生がいるわけよ、はい、遠隔治療、うん、何ですかそれは？電話で話すだけで治っちゃう。やばいですね、うん、っていう人がたまたまいて、はい、2回治してもらったことがある。どうなるんですか？もう立てなくて、はい、だからたまたまフェイスブックにやっちゃったっつって、腰やっちゃったっつったら、はいはい、ちょっと僕が相談役やってた女の子が、はい、うちの先生から関さん電話させていいっつって、うんうんうん、何っつって、はい、腰のどっち側ですか、生年月日教えてください、ちょっと待ってくださいっつったら治っちゃったっけ。なんか怖い。どういうことですか？わかんない。でもなんかそういうことをしてる先生で、はい、治療院とかもやってる人なんだけど、すごい。なんかこの間はちょっとふっかけられたからいいやって言ったんだけど治ったら3万円くださるからじゃあいいやって言ったんだけど、でもなんか思いも持たないとかよりも、うんうん、実はその何も持ってない時に、はい、ふとした時にやることが多いよね。そうですね。思いも持ってたらなんか分かってるじゃない、うん、体が なんかそれの、うん、なんか注意をした方がいいのは、うんうん、沖縄あったかいからあんま感じないんだけど、内地ってほら寒かったりするから、はいはい、あちょっとこれでこういう体勢取るとやばいかなってなんかあるんだよね俺は筋肉こわばってるみたいな感じですか？あそうそう、だからちょっとストレッチとかをして寝たりとか、うんうん、なんかそういう方がいいかもしれない。わかりました。ちょっと寝る前に温めてストレッチしときます。まだ少し痛くはないんですけど違和感あるので気をつけて。怖い。温めお風呂に入って温めた方がいい感じ。温めますね。ありがとうございます。気をつけます。今日はうちなんちゅの知らない世界のコーナーです。本日は沖縄食材についてお話ししていきたいと思っているんですけども、沖縄まあならではの食材って多分結構ある、ね、ありますよね、うんうん、まあ移住して、ね、この間の話ね先週の話じゃないけど、はい、移住して驚いたよね。あそういう、はい、なんちゃいこりゃみたいな、まあ、お魚もそうですし、うん、多分まあ薬草みたいな葉っぱ、葉物も結構この草は何なの、うん、みたいなのあるよねありますよね。なんか、やっぱり一番見て私がギョッとするんだろうなって思う、ハンダマとか結構ギョッとするんだろうな、うん、ハンダマは色がね紫色してるし、うん、なんだろう、そうです、表が緑で裏にひっくり返すと紫で、そうそう、紫で何食べれんのって感じですよね。ちょっとなんかモロヘイヤみたいなやつでしょ、うん、んで普通サラダでも普通に置いてあるし、湯がいて出してくるとこもあるし、いろいろあると思うけど、うん、とかもう沖縄料理、琉球料理とかもあると思うんですけど、うん、琉球料理と沖縄料理って、ま、宮廷のとは違うよね、うん、そうですね、うん、宮廷で食べてるようなものが、まあ、いわゆる琉球料理、うん、で沖縄料理っていうのがチャンプルーとか、今多分食堂とかで食べてるのが沖縄料理って言い方になるのですね。琉球料理だとわかりやすいのが豆腐用とか、うんうんうん、ちょっとあれ沖縄料理側に来てるけどあれがなんか宮廷でね、うん、頼まれて食べられてたやつ。でも宮廷料理
まあ、今も日常で食べられている琉球料理っていうのもいっぱいあるはするんですけど、まあ、ちゃんとしたそのちょっと宮廷で食べられてたよっていうようなものは食べられる場所は結構限られているのかなと。そうないよねあんまりね、うん、それを保存するのに保存しようってことで今動いてはいるんですけど、継承者もちょっと少なくて、育てていかなきゃいけないなっていうことを言ってましたね。八幡なんかもやっぱり北釜とかもやっぱり一人がね、卒業して釜を自分で開くってなるとまた一人足りなくなってるでしょ、はいはいはい、やっぱりそのなかなかいないって言ってたお弟子さんがね。そうですよね。なんか、まあ、今で使えるように新しくアップ、なんでしょう、ブラッシュアップしていくのも必要なんですけど、それにとベースになる伝統みたいなものもやっぱり残していかないといけないはずなので、まあ、野菜作りとかはね、誰がやってるのか分かんないけどそうですよね。まあ多分その食材がないとそのお料理も作れないってなると思うので、食材農家さんたちにもね、協力も必要だし、農家が減って、まあ多分減ってってるんだと思うので、それも減ってるだろうね、後継者探しをしないといけない頃なんだろうなとはすごく思います。あのパイナップルもそうだって言ってた、やっぱやる人がいない、ね、俺が買う、すごく美味しいパイナップル、はい、あれは、はい、やっぱ大きいし台風が来ると倒れちゃうから、うんうん、はい、って言って、まあ、ゴールドバレルっていう品種なんですけど、手間がかかる方だから、手間がかかっちゃうから、いくら高く売れてもちょっとやめようかなっていう農家が増えてきてるっていうふうに聞いてるんで、まあ、そういうところもね含めて、なんか移住する人はね、前回の話で移住だったけど、そういうもので移住してくるのもいいのかなとは思うの で、ね、農家さんとかね、なんかそういうのを、ね、継承するのはいいかなっていうですね。沖縄の人は興味持って継いでくれれば、まあ、一番ベストなんだろうなとは思うんですけど、まあ、県外から来てすごくその文化が好きになって継いでくれるっていうのも必要なことだと思うし、それは、まあ、私たち沖縄の人としても歓迎すべきことなので、興味を持ってもう本当にそれをやりたいなって思ってくれたら嬉しいですよね。そうだね、農家っていうかね、なんか普通に畑借りたらゴーヤなんて買わなくてもね、いっぱいになるもんね。そうですね、それぐらいであれば全然、本当にお家のそこからスタートでお家のベランダとかでもできますし、そうだよね、結構市町村によっては畑を貸してくれるところもあるみたいなので、ありますね、なんか読谷も畑借りればって言ったけどそこまで行かないでしょ行くのが大変ですねそういうの言ってるとこは結構あるよね、ですね、そうです、やってるっていうお話も結構聞くので、うちベランダにパイナップルの鉢が何個あるんだろう、今ちょっと2個プランターにしたんだけど、それでもあと3個ぐらい全部ゴールドバレル、お家で取れる、全部取れたらどうしようって買いに行かなくてよくなっちゃいますね。1個最低でも2000円ぐらいするからね、はあ、しますね、でもそれだけ美味しいし手間もかかってるんですよね、俺何もしないけどね、植え替えてちょっと枯れそうなやついるみたいな、でもそれ食べたやつちょんって切って植えれるだけだから、芽はもうどんどん大きくなってるんです。あのね、初めちょっと栽培みたいにちゃんとするのよ、水草に入れてとか、そこまではね簡単に育つ。で、まあ、じゃあ土に移してからが勝負っていう感じですか。そうそう、なんか枯れそうになったら1個横から出てきたんだけど、こいつをパキって取れちゃったっけ、 あれこれどうなってるのかなと思って見たら、パキって取れちゃったら、こっちの元のやつは枯れ始めてる今あーやばいやばいまあでもこっちが生きればいいかなと思ってるけど、そうですよね、結構沖縄は暖かいのでいろいろ植物は育ちやすいですよね、いっぱいね、なんか、まあ、冬瓜とかもいっぱいあるしね、売り場にはね、時期になるとゴロッゴロしてますもんね、内地でだって冬瓜売ってないもんな。あ、売ってないですか。売ってないと思うよ、見たことないよ。あ、売ってるのかな。冬瓜食べることはありますか。ないんじゃない。ないんだ。大根とかカブは売ってるけど、冬瓜は売ってないよね。冬瓜って何言ってたの今検索してる人いると思うけど冬瓜、しかもこんなでかいやつ買って、あの宮廷料理のやつってあれの漬けたらなんかこんなちっちゃいやつだよね、なんか出てくるやつね、漬物みたいな。そんなに、まあ、小さく食べやすい大きさに切ったものしか出てこないですよね、これなんあれが冬瓜なんだっていうぐらいの、なんかこんなでっかいでっかいやつだと50センチぐらいで10キロぐらい重さがあるでっかいやつですもんね、あのすげえ こんなに冬瓜置いてこんなに売れるのかなと思うのが、読谷のあのユンタ市場、FM 読谷さんの隣にあるところは冬瓜すごいよ量が。道の駅とか行くとは確かに、
こんなにあると思うと思って上がり浜もそうだけど、でしかも安いんですよね。安い安い、買ったことない俺は。でも一つのお家2人、まあ夫婦2人とかで食べようと思ったらなかなかしんどいと思います。いやしんどいよね、うん、冷蔵庫切った後どうすんだとか、うんうん、でもなんかほら味噌汁に入れてもいいです、大根みたいに味噌汁に入れても食べられますよって言うんだけど、うん、大根でもさ、大根の味噌汁まあまあ消費するの大変じゃない豆腐ってあと何に使えるんだろうと思うから、買ったことないな。煮物みたいになるんですかね。あなってるよね、うんうん、まあ煮物ほど煮なくて全然いいんですけど、その炒め物と同じ要領でシーチキンとかとバーッと炒めるとカレーほとんど水分なので、出たシーチキン、シーチキン最近覚えました、野菜とシーチキン炒めとけばなんとかなるって。あそれなんかあれじゃない、ソーミンチャンプルとかもそうだよ ね、とりあえずこいつの油があればダマにならないみたいなのがあったりとか、なんもありますし、なんか内中さんの聞いてる人何言ってるか分かんねえみたいなパターンになってるの、ね、全然分かんない。でもまあ葉野菜とシーチキンを一緒に炒めれば一つおかずができるぐらいの、うんイメージでシーチキンは使えるようになりました。あの内地の人はちなみにシーチキン1個とかで買うんですよ、はい、あそっか、缶1個で、缶1個で買うのみんなで3個セットぐらいが多分アッパーなの、はい、箱で売ってないよ。あでもそう聞いたことあります、沖縄シーチキン箱で買うからね、みんな24個入りぐらいで買っちゃいます、ね、うん買うよね、うんうんうん、そう内地は多分4つぐらいかなシーチキン、ありますイオンとかでカカッとなんかパッキングされてるやつ、そうそうあれぐらいがアッパーなんですよ、はいはい、箱で売ってるの最近書いてないけど東京にはでも絶対売ってないと思う売っててもワシタショップじゃないかなって思うけど、ワシタショップでシーチキン買わねえだろうっていうところもあるから、まあそうですね、うん、シーチキン、シーチキンってそんなに食べないですか、うん、食べないねあんまり食べないマグロ食うよねこれ生が美味しいですからね、うん、うんうん、とかあとはあ、まあ、もずく、あ、うん、もずくはね、うんうん、あの沖縄もずくと、もずくもあるし、うんうん、沖縄もずくでも天然物と養殖物あるんだ、はい、知ってた、あな言われてみればあったような、ね、もずくが有名なのは沖縄なんだけど、はいはいはい、沖縄でも津堅のもずくなんだよね、はいはいはい、津堅島が、ね、まあ、キャロットね、キャロットアイランドって言うんだけど、人参、うんうん、と、もずくに関しては津堅島のは全然違うの、やっぱりやっぱ美味しいです、うん、まあへしき屋の、うん、あのへしき屋漁港からあそこ船が出るんだけど、うん、あそうですね、へしき屋港からね、はい、船が出るんだけど、あそこへしき屋のだから漁師さんたちは津堅のもずくを取ってきたりして、はいはい、あそこのお祭りの時はねもずくが出るんだけど、もう全然違うわけ、やっぱ太くてプチプチいうしてで、それをざるで洗うでしょ、はい、塩塩分を洗うでしょ、うんうん、はい、で糸みたいなこぼれるじゃん下に、はい、もずくが、はいはいはい、でそれまとめて売ってるのが内地 のもずくすとかそんな感じちょっとあの弱いやつ、細い弱いやつしか売ってないのが内地のもずくで、うん、沖縄多分普通に三重さんとかスーパー行っても、はい、タッパーで売って、あタッパーじゃねえ、まあ、なんだろう、1パックとかで、ね、パックで売ってるやつは、うん、全然太いよね、あ でもあれがあれでも全然太い、まあ基本だと思って食べてるの で、 そうそう、であれは内地から見たら全然太い、太いやつなんですね、うん、でこの間ウルマルシェさんが最近できたんだけど、はいはい、ウルマルシェっていうね、そういうところがウルマにあるんだけど、うん、石川の方にあるんですけど ね、ウルマルシェで売ってる、漬けのもずくやっぱ売ってるのね、あ天然物 と、 近いですもん、ね、養殖物を分けて売ってるんだけど、うんうん、この間買ったわけ両方、はい、ね味は分かんないんだけど、うん、柔らかさが天然のは柔らかいの、あで養殖物がちょっと硬いの、あそうか柔らかさがなんですね、でもその養殖と天然物の差は何、はい、って、うんうん、もずくって海の中で取ってるから、はい、養殖してたやつが流れてっちゃって生えて、はい、あこれ養殖してないところから取ったのを天然って言ってんじゃないかなって俺は思ったわけそれ突っ込んだんだけど、はい、笑って返されて終わったんだけど、うん、もうやっぱそれちょっとね食感はちょっと違ったんだよね、うーんやっぱり沖縄産の、はい、もずくは全然違う、内地から見たら全然違うし、美味しいって思いますか、美味しい美味しいし、なんか俺らはなんだろう、ざるそばみたいに食べる、そばの代わりにもずくを食べる、はい、へえ、それね実際出すお店があるの、はいはいはい、宮古島とか石垣にあるうさぎ屋さんってお店が、三代酒場があるんだけど、はいはい、そこでザルもずくっていうメニューがあるわけ、それを見て気づいちゃったんだけど、
氷の上にもずくが山になって出てきて海苔がかかってる、だからもう、うん、盛りそばみたいになって出てくるわけ、うんうんうん、それを普通にそばつゆで食うわけ、そばつゆで食べるんだ、そう結構それが美味しいわけ、へでもずくうちはそれで食べるから、はい、うちの嫁とかもなんでそんなに買うのみたいな、もずくを、うんうんうん、こうやって食べるんだよって言ったら嘘って食べたら美味しいってそれは多分ねうちランチの人あんまやらないだろうから、やらないですね、うん、なんかその納豆のちっちゃいパックみたいなのに小分けになって、うん、もう売ってるもずく酢をそのまま食べるっていう、うん、いや普通に、まあ、塩漬けでもいいから買ってきて、うん、塩抜きして、うん、でもうそれだけで食べれるようにして、うん、普通にだから薬味とか大葉とか生姜とかうちなんかまあみょうがとか刻んだりとかいろんなことやるんだけど、うん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 、全然美味しい、そうなんだ、夏はそう夏はザルもずくって決めてるのでもあっという間にもずくなくなりますね、そうしたらなくなるし体にいいし、うんうん、なんかそういう、うん、なんかまあ免疫力とかも上がるみたいな話もありましたしね、もずくは結構うちは大量消費かな、おー確かに、でもじゃあそしたらそのそれこそウルマルシェとかに売ってるような、うん、あの袋に入ってるもずくも使えるんですね、うん、うーん、でうちはなんかそういうのを、うんうん、これ天然ですって言われたやつを買って、でもほらどこの漁港取れてる、はい、とか聞いたりする、まあ大体、はいはい、まあ付けの方があれだからウルマとかね、そうですね、石川から上ぐらいで行った方がいいのかなと思って、うんうんうん、でそれをまだもずくは付けんだよねとか、うん、まあ人参もそうじゃない大体、うんうんうん、まあ、最近ね新しい品種を浜比嘉とかでもなんかやってたりするけど、うん、まあ、そういうのを聞いてみては買ってみてみたいな、うんうん、ですよね、うん、なんか前にそのクジラ食の、落合さんも言ってたんですけど、うん、結構沖縄であのいろんなお野菜が作られてるよって言ってて、うん、なんか何でしょう、内地で作ってるような高原野菜じゃないですけど、そういうのは沖縄ないのかなって思ってたら意外とあるんですね、うん、やってるやってる、うん、だからまあ、落合さんね商売柄というか、うんうん、外食屋さんやってるからいろんなネタっていうか、はいはい、で農家から多分話が来るんだよね、買ってくださいみたいなんで、はいはい、結構詳しいんだけど、まあ、いろいろで本当にうちなんかもだから、いろんな取材とかこういうの取り上げられないですかっていう話が来るけど、うんうんうん、カカオを作ってる人がいたりとかね、いましたね、うん、そうそうだ、そういうのもいっぱい出てきてるから、こういう野菜とかも意外とあの内地の人が入り込んできて、うん、移住してて、はい、なんかいじって作ってる人も結構いるみたいだから、はい、そういうのはね知っていくといいよね、面白いですね、結構じゃあ沖縄で作れない野菜っていうのは少なくなってるのかもですね、うん、なってるよね、うんうん、であとはあの久米島側の海洋深層水研究所があるから、 はい、はい、あれ温度下げるのに使ってたりするんですよ、あそこは、あその土の中の温度とかですか、うん、そうで800メートルぐらい下から汲み上げてるから水が冷たいでしょ、はい、うんうん、それをそれで循環してるタンクかな、タンクにそれを貯めてるのか、それを循環させてるのかちょっと覚えてないけど、うんうん、で水道水冷やして、はい、それを、散布したりとかするから、 あと土の中にそれを冷えた水道水をはわして、はいはい、で温度下げて葉野菜作ってるとかやってるんですよ、うん、はいはいはい、だそういう研究からこれはできるんじゃない、あれはできるんじゃないっていうのを意外と研究が進んでるんじゃないかなって思う、うん、だからそのちょっと冷たいところでしか取れなさそうなものも今作れてる、うん、そうそう、うん、久米島なんか特にそれをだからうちがまあ5年前に取材行った時にはもうやってたし、まあ、海ぶどうは、ね、日本一の出荷量は久米島だし、あとあれかな、車エビかな、あそうですね、うん、その辺はね結構あるし、まあ、こっちでもね普通に本島でも、うん、まあ、もずくは普通にねみんな取れてるし、うんうんうん、あの南部でダイビングやってる、はい、糸満ダイビングサービスの土屋くんも、はい、ビジネスがうまくいくまでは結構そういうもずく取ったりする手伝ったりとかしてたっつってた、あそうか潜りながら、うん、あそれもだから南部でもやってるんだと思って、あ確かに結構どこでもやってますよ、うんうん、みたいな話だったから、はいはい、あの女村とかね結構やってるとこあって見かける、うん、見かけるんだけど、うん、あ南部でもやってるんだと思って、そうです、ね、あじゃあ結構広い範囲でやってるんだね、うんうん、みたいな、そっか、思いのほか南部も結構農業地帯ですもんね、うんでうんうん、意外と出回ってるやつ見ても、はい、いろんなの食べたんだけどやっぱつけんじまのやつがね太いよね、やっぱ元気なんですね、太いなって、あじゃあ栄養が向こうあの辺にはいっぱいあるんですかね、多分なんかそういう、うん、元々潮の流れとかなんかあのエリアのがやっぱり良かったんだろうね、うんうん、でそれを多分
どこだっけ、伊平屋か伊是名もやってるよね今ね。あ、なんかあの辺も結構それを打ち出してるんだけど、やっぱそういう技術をどんどん持ってってるから、うんうん、いろんなところに広がってて、海ぶどうなんかもやっぱり海洋深層水研究所がやってるんだけど、うん、向こうの人たちが教えて歩いてるみたい、はい、あ、なる、そうなんですね、うん、だから僕の知り合いの糸満の、海ぶどうなのアイス出してるとこなんかも あそこも、そういう技術を教わってやってるみたいだし、ホナソンなんかもそうみたいだし、はいはい、そういうのはどんどん広まってってるから、結構原産野菜とかもう結構、うん、多くなってるんですね、うん、いろいろできてるよね、うんうん、まあ、あの、まあ、野菜じゃないのか今のは、海産物とかもそうだし、だし、まあ、野菜もいっぱい見ますしね、いろいろやってるよね、うんうん、まあ、でも野菜が県内でその育てられるってなると、うん、お買い物がすごく楽になるので嬉しいです。そうだね、うん、俺言ってるとこすごい、だって人参とか一袋この間100円でこんなでっかい袋だったよ。いいですね。あ、中城にあるね、はい、やっぱりその JA じゃないんだけど、あ、こういう道の駅ってあの、うん、道の駅っぽいファーマーズみたいなとこね、うん、うん、まあ、結構安いだってあの、はい、なんだっけ、落合さんの子がこの間出た時言ってたよね、あの、今は、うん、セロリが時期だっつって、セロリ180円とか一束全部買えるじゃない一束食べきれないよって、東京は一束で売ってる見たことないと思うんだよね、うん、俺、うん、しかも大きいですもんねセロリって、でっかい、うん、あれもあれを前一人の時に買ってたんだけど、はい、地獄だったもんずっとセロリ、ひたすらセロリ厳しい、うんうんうん、体重は落ちるけどねセロリ飽きてくるからさ、もういいやってなっちゃう、葉っぱ食べたりいろんなことするから、うんうんうん、でもほら体にはね悪くないから、まあそうですね、もずくとか、うん、セロリとか、確かに、うん、もうでもいっぱい育っててほしいですよね、沖縄ってな、お野菜とかあの運ぶ代金がかかっちゃうので、多分みんなが思ってるよりすごい高いので、うん、そうだね、うん、あの内地で取れてるものをこっちに送ってもらうと高いから、高いのでこっちで取れるっていうよね、うんうん、こっちで取れるといいなとは思いますね、うんうん、まあ、フルーツとかはなり、うん、まあ、フルーツとかそこら中になってんじゃん、だってバナナその辺になってるからね、みんななんかさ、うんうんうん、これ聞いてる人って内地人の人ってあんま信じないんだけどバナナなんてさそこら中になってるじゃない、うん、そうですね、運が良かったらっていうのも変ですけど、その街路樹にバナナがたまにありますもんね、あるあるあとなんだっけ、なんだっけ、落合さんのとこが植えてる、パパイヤ、あ、パパイヤ、パパイヤも街路樹、はいはいはい、うちのそばとかあるよ、あ、そうなんですか、なってるよ、うん、だってヤンバル行ってもパパイヤ結構、まあ、でもパパイヤ野生のやつ結構あって強いですからね、うんうんうん、あったりするし、うちのそばにドラゴンフルーツすっごい家があるんだけどでこの間前に一回もらったことがあって、それ実はうちの嫁のおばさん家だったっていう近でこの間電話かかってきて、はい、ドラゴンフルーツ取り込み取り込みってすげえの、うんうんうん、で今年いくつになったんですかって言ったら200何個とか言ってた、お、それはもう業者というか農家じゃないですか、すげえ、ね、でみんな親戚に分けてるんだって、はいはい、そんなに作れたらすごいですよね、うん、何もしないって言ってたよ、ほっぱらかしてるだけでなっちゃう、ドラゴンフルーツも育てやすいんですね、うん、あとパッションフルーツとかも時計草だっけ、あ、パッションフルーツも結構うちのそばでなってる子あるよね、うんうん、そうですよね、結構、うん、まあね、南国フルーツなので沖縄には向いてるんだろうなとは思うんですけど、うん、そんなあっちゃこっちゃでできる、うん、でもパッションフルーツさんがなんか、うん、塀になんかねツタが出してやってたりするし、はいはいはい、なんかもうあれですよね、おじいちゃんおばあちゃんじゃないんですけど趣味でや、うん、庭でやってんのがえらいことになってるみたいな、そうそうドラゴンフルーツは大体そうだね、なんか、うんうん、初め見た時はなんだこれみたいなね、花が咲いた時は黄色くて実がなるとピンクなんだみたいななんだこいつはみたいな、花大きくてちょっと綺麗だけど怖いんだみたいな夜見るとね、なんか喋るんじゃないかっていう、若干毒々しい百合みたいな感じになってますもんね、うん、あれなんかつぼみも食べたりするんでしょ、おー、それは知らなかったです、そうなんだ、うん、つぼみも炒めて食べたりとかする、つぼみも売ってたりする最近は、おお、うん、炒められるんですね、うん、お、沖縄の食材、まあ多分私たち知ってるのも結構やっぱあるとは思うんですけど、うん、何これっていうのもあるよね、何これっていうのも多いんだろうな、だって葉っぱだけでも結構さ、うん、苦菜とかさわさび菜とかって出てきて、うんうんうん、これ内地にあるのかなとかって、はい、うんうん、まあ、ハンダマとかねこっちであれだけど、
これは内地にあるのかなとか、はい、確かに結構そういう思いよね、うんうん、そうですよね、うん、カラペーニョなんて多分東京とかでそんなにあんなにバンバン売ってないよ。あ、そうか、そうなんですね、うん、あ、いろいろ食べ物はじゃあもしかしたら結構豊富ですか、うん、だって島らっきょうとかもうちも結構つけたりするし、うんうん、だって一束100いくらとか200円で買えるじゃない、うんうん、で向こうで島らっきょうなんつったら和下ショップ行ったらえって、あ、ちなみに和下ショップでこれぐらいの、これぐらいのって YouTube 見てしたら、これぐらいの、はい、拳2個分ぐらいの、うん、なんかちっちゃいさ、はい、プラスチックの透明なパックあるでしょ、はい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 、あれに、和下ショップでもずく買うと、はい、それで確か1200円とか、うわ買えない確か覚えてないで多分1000円いくら、まあ、それもやっぱり空輸代とかってことになるんですよね。あ、そうそう、当然そうだし今しかないよっていう時に、うんうんうん、まあ、月券あたりの持っててバンって売るから高いんだけど、うん、沖縄それさこんなでっかいやつでさそんなしないじゃん、まあ、多分その何百円とかじゃないですか、300円とかだよね、うんうん、だから全然その500円でつけんのなんか天然物ですみたいなの買ってる方が全然美味しいし、うんうん、新鮮だし、もうじゃあ沖縄に来る時の楽しみですよね。ご飯は多分楽しいと思うけどな、うんうん、食が合わないっていう人はまた別だと思うんだけど、合えば豊富で、うん、たまらんところになる、そうだね、うんうんうん、と思う、思います、うん、まあ、じゃあちょっとご飯も楽しみにして皆さん沖縄に、まあね、夏以降くらいになるのかなと思うんですけど楽しみに来てください、はい、はい、ではここから後半のゲストコーナーですと言いたいところなんですが、はい、まあちょっとまた今回も自粛、まあね、自粛ムードが漂うウィーラブ沖縄なんですが、まあ、うん、今回は前ちょっとね、サイコロトークみたいなのをしたんですけど、それの延長みたいな形でスタンダード対決っていうのをやってみようかなと思います、はい、とこのスタンダード対決っていうのがゲーム、まずお題を出してその鉄板をそれぞれ答えていくっていうような、もう答えてそれについて主張をしていくみたいな、ね、まあ、マリちゃんはまあ基本的に内団地、はいはい、で内地の経験があって戻ってきてるでしょ、はい、俺はだから内地で移住してるところのギャップ、はい、まああとは多分、うん、まあ、好き嫌いもあるからね、まあ、ありますよねまあ、沖縄代表の東京代表のってわけではなくてあくまで自分の鉄板なのでね、はい、多分東京代表したらね俺の友達がみんなお前東京代表じゃねえからって怒るから違うからって言われちゃうからまあ、ね、お家ので食べてたものとかもあるはずなので、うん、まあ、あくまで私の関さんの鉄板ということで聞いてもらえればありがたいかなと思います、うんうん、はい、でじゃあ早速なんですけど、はい、1つ目のお題いってもいいでしょうか、はいはい、あ、せーので言うの、せーのでいきますね、はい、せーので言うのね、まずお題が、うん、沖縄そば屋で頼むメニューはっていうものがお題になります、はい、でじゃあせーのなの、せーのでいっていいですか、はい、はい、決まりましたかね、あ、決まってます、決まってます、決まりますか、はい、OK です、じゃあ行きます、せーの、はい、フーチバー三枚肉フーチバーね、うん、あー、まあ、なんかここ最近ではあるんですけど私のフーチバーは、ね、うん、なんかね基本はね全部入ってるやつを初めての時は頼み行く、はい、だから、うんうん、なんとかそばっていうところだったらなんとかそばを頼む、うん、あー、そのお店の、そうそう、お店の一番推しを食べる、うん、はいはい、であ、こここれじゃねえなって思った時はだいたい鉄板は3枚肉に行く、あ、意外ですね、なんか早期とかじゃないんですね、そう、軟骨早期とかも食べた時期あったんだけど、うんうん、ちょっとね痛風の件があるから、あ、なるほど、そうそう、で普通の早期だったら3枚肉かな、うん、
そうなんですね。でもね、だいたいその店の売りに行くかな。まあ全のせみたいな感じですもんね。フーチバーだったら、だからここの蕎麦屋だったらフーチバーだろうな、うんうん、ここだったらもずくだろうなとか、はいはいはい、なんかあるじゃない。ありますね、確かに。そこはそれを食べるかな、うんうんうん、なるほど。亀そばとかだったらフーチバー食べるかな。っていうかフーチバー置いてあるから、あ、もう勝手にフーチバーになる。勝手にフーチバーを入れる置いてあるものはもらおうと思ってるから入れるからみたいなところはあるかな。そうですね、私のフーチバーもわりかし最近ではあるんですけど、まあ、フーチバーがなければ私は早期をなんか軟骨早期を頼んじゃいますね。あ、女の子は多いよね、うん、軟骨早期頼む人なんか、うん、フーチバーはその何でしょう、あの野菜食べてる感じがするからっていう理由ですね。あ、なんかね、うん、フーチバーをやって食べるのは東京もあんまないんだよね。生のフーチバーよもぎ餅みたいなのがある感じだから、はいはい、ああいう感じではないんだけど、なんか初め来た時はよもぎ餅食ってるみたいなのちょっと違うかなと思った時期もあったけど、うんうん、最近は食べる、俺も食べるかな。なんでしょうね、私、うん、昔は多分フーチバーよもぎのあの苦さが苦手で食べれなかったんですけど、まあここ何年かで、まあ、試しにフーチバーそばを食べた時にあれ美味しいじゃんってなって、そこから結構あれば頼むみたいになっていて、まあね、沖縄そばってそれこそ小麦粉とお肉じゃないですか、ベースが、うんうん、で、まあ、そこにフーチバーが入ってると野菜も食べてる感、食べててなんか多分いい体にいいんだろうなって思える感じが、ね、そうそう、あの内地の人はあの沖縄そばは、そば粉そばじゃないんで、そうですね、うん、まあ、厳密に言うとそばではないらしいんですけどね。ただそばという認定をもらって、うん、沖縄そばだけは沖縄そばと呼べるっていう認定もらってるんで、うんうんうん、一応そばなんだけど、まあ、小麦粉を使ってもそばですよっていう、うん、もうそこは曲げないです、はい、でちなみにおすすめのお店とか行ってるお店ってありますか？いやどこだろうな、うんうん、まあうちの嫁は二日酔いの次の日は亀そばっていうんだよね。なんか、うんうんうん、でまあ、よもぎ入れて食ってるかな。俺は沖縄そば屋だとね、うんうんうん、沖縄そば屋絶対友達が来た時に絶対ここ連れていくっていうのは、はい、那覇そばなの。那覇そば、那覇そばって、あ、移住する人は覚えておくといいんだけど、はい、日本そばも出すわけ。あ、ザルそばあるよあそこ、はいはいはい、でめっちゃ美味しいの、うんうん、で俺はそれを食べて遊びに来たやつには沖縄そばを食べさせられるんで那覇そばに。なるほど、あの選択肢が広いんですね。あ、そうそう、選択肢が広いっていうか普通に食べれるし、うんうん、あの海開きの時にベルディのあのビーチサッカーのチームも来た時に俺そこ連れてったんだけど、はい、好きなもん食べてた、みんなやっぱ沖縄そば食ってたけど、うんうん、俺だけザルそば食ってたまあいつも食べれますからね。なるほどです、うん、では次の話題に行きます。で、だらん、海へ遊びに行くなら泳ぐ派パーティー派。これもうだって答え言う前に分かってるでしょ、みんな。分かってますね、聞いてる人も多分何回か聞いてる人は分かってると思うんだけど、はい、マリちゃんはどっち派なの？私はパーティー派です。パーティー派なの。泳ぐ泳ぐ、海に行くなら泳ぐ派っていうか潜る派ですかね。潜る派っていうか、まあでも泳ぐ、まあなんだろう、ね、内地の時みたいに湘南で遊ぶ時みたいに泳ぐ海ではないね、うん、だから向こうって普通に下サンゴじゃないから、うん、砂、ずっと砂だから普通に泳ぐだけなの、うんうん、V まで行って帰ってくるとか海水浴なんだけど、まあ、海水浴はしないけど、はい、シュノーケルしたりとかするから。そうですよね、もう、まあ、まあ、今回は、私のって言わずに沖縄のって言ってもいいかもしれないんですけど、沖縄パーティー派じゃないかな、8割方っては思ってます。9割ぐらいはありますかね、うん、まあ海は見るもの、バーベキューをする場所だと多分思ってる人が、それはそれでやるんだよ。だから店とか行った時はバーベキューもやるし、はい、キャンプもやるんだけど、うん、その昼間はここで潜っていいじゃんみたいな。暑いんですよ、うん、だから潜ろうよみたいなとこじゃんでちょっと涼しくなったらバーベキューやって寝て帰ろうよみたいな感じかな、はい、うんうん、でね、やればいいんですけど、なんかその昼間日のだってパーティー派って言ってるけど、これ、はい、海に行くなら泳ぐ派パーティー派じゃなくて、多分、はい、これパーティー派って言っても夕方からでしょ、大体昼間行かないでしょ。昼間ひ、あ、何でしょう、集まるあのグループにもよるんですけど、あ、たまにいるよね、あの、うん、トロピカルビーチとかでもいるよね、屋根の下入ってみんなでパーティーやってる人たち、あの若いと割と昼間からもやるんですけど、
でな、まあそれがしんどいなってなってきた年齢になると、まあ、4時ぐらいからやる、ね、みたいな、うん、なんかそんなイメージがある、うん、俺はね多分移住者の落合さんたちとやるときもそんな感じ、うんうん、あの人たち6時集合して6時に来た人誰もいないもんいつも大体俺が一人で待ってる感じなのもうだいぶ沖縄に馴染んでいますね。そうそうそう時間に来るしなあれ読みたんの人たちあの落合さんの周りね、はいはい、全然いないね本当に、うん、ってもう肉食い終わっちゃったけど初めのっていうぐらい来ないよ、うん、みんなみんなもう1時間ぐらい、うん、そうそう全然、うん、でそれからバンバンみんな持ってくるんだけど、はいはい、あまりにも食材屋さんじゃないみんな周りが、うん、集まって余っちゃって、うん、持ってった以上になんか持って帰んなきゃいけなくなることがあったお土産が多いそうそうよくわかんないこの、うん、そう確かにあとは人によるかな一緒に行く人によるかな、うん、そうですね、うん、でもなんか地元の友達と言っても海水浴は しないです。なんかもう海に入んないってこと。海には膝より下で行きます。あそういうことか、はい、まあ、まあ男の子とかもしかしたらもう濡れていいやって感じで飛び込んでいく子もいるだろうなと思うんですけど、うん、なんかそれ、うん、安易に飛び込むのは怖いじゃん沖縄の人はそれがあるからな、うんうん、普通に潜るかな。場所によるっていうのもあるかもしれない、まあ、トロピカルビーチとかならね、うん、そのままダブンって言っても大丈夫なので。あ、そうだね、それは大丈夫だと思うけど、うんうん、でもまあ飲んでねダブンはいけないから、まあ、まあそうですね、うん、その時は止めますけどねさすがに、うん、はい。でじゃあ次、はい、いきます、はい、スパムを使った料理といえばなんだそれこれ飛ばしますそれでもいや大丈夫いけそうですか。作るけど、うん、なんだろう定番定番いけますか、うん、じゃあせーの、うん、ポータマ割れましたね、うんうん、ポータマゴーゴーヤチャンプルやっぱり、うん、迷ったんですけどね、うんうん、あんまり使わないかなスパム。うちの嫁は嫌いあでもいますよね使わない派、うんうん、俺は結構買ったの置いてあるんだけど、はいはい、それ友達が来た時にはいお土産って言うと、うん、空港だとえらい金額で売ってるじゃない、はい。最近スーパーでも結構高くなってるなって思いました。でもね3円は、うん、多分1人今日3個までとか言って198円とかでやるわけ、はい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 、その時に3個買わないで2個ぐらい買ってくる3個買ってないよって言わないとなんか、はいはい、また買ったのって言われちゃうからなんかあまり好きじゃないと。そうそう、うちのは好きじゃなくて、うん、俺はもう初め来た頃はあれを切るスライサーみたいなのしてるかちゃんって卵やるやつみたいな、あ、そうやるみたいなやつがあって、うん、でっかいやつがあるんだけど、はい、あれであれをねビッグワンから買ってきてガッチャガッチャして、はいはい、まあ、あまりにやるから、線切れちゃって1個あ結構、まあ、1個だけでかくなっちゃうなみたいなの使ったんですね。そうそう結構使ってやってた、うんうん、でそれは、特に料理じゃなくて、うん、3枚ぐらい切ったやつを両面焼いて、はい、で普通に目玉焼きとで朝モーニングをしたりしてたあでもそういう食べ方も多いです私も。なんかそんなのが多いかな、うん、それと味がきついじゃない、味がきついのでパンよりご飯がおすすめです。あそうそうそう、うんうん、そうだね、それはそうだね。それでご飯もうめんどくさい時それでご飯とか結構しちゃってたりしたんで。ああ俺もしてた、うんうん、なんかかけるもん何もかけなくていいじゃんあれだったら全然いいです。だからなんかポータマかなっていうイメージだったんですよね。あなるほどね、うん、チャンプルーかな。でもゴーヤチャンプルー、まあなんか、うん、まあ、何でも混ぜちゃうから俺も、まあ、チャンプルーだと、まあ、ポーク入れる率は上がりますもんね、うんうんうん、豚肉で作るよりはフォーク入れちゃった方がその何でしょう、塩コショウとかしなくていいので、うんうん、そうですよね。あとまあこれも何でしょう、カロリーとか脂っこいのが嫌いな人はあれかもなんですけど、ポークを1枚切ってその半分正方形みたいな形にして、中にチーズと大葉を挟んで衣をつけて揚げるのは美味しかったです。あ、うん、なるほどね、はいはい、まあ、いかにも沖縄チックで高カロリーな感じなんですけどでも居酒屋で出したら、うん、人気になるメニューだよねそれ系は、うんうん、でなんか大葉が挟まってるのでちょっとすっきりして美味しかったですね、うんうん、うち俺はあんま大葉買わない派なんだけど、はい、うちのは結構買うよね、うちの嫁は。あで瓶になんか立てて中に水入れて、はいはい、そのままそうあの冷蔵庫に入れてて、うん、おそんな使うかなと思ったけど、はい、まあまあそうやって使うわけ、なんかいろんなのに、うんうん、あこういうのあるんだな。そうか、じゃあ沖縄の人は結構大葉好きなのかもしれないですね、うん、もしひょっとすると、うん、ちなみにうちの袋の
家はプランターで大葉がなってるから買ったことがないっていうね、シソもあるしみたいな、はいはいはい、え買うこれみたいな感じだった初めは来た時、はいはいはい、大葉でもあると便利かもしれない、うん、確かにですね、ですね、では次に行きます、うん、と次が沖縄の冬の風物詩といえばです。これ俺1点しかないけどね。あもう分かった気がします。沖縄じゃあ、大丈夫、私も思いついたのでいきますか、はい、せーの、ムーチーウォッチングですよね、まあ、ウォッチングじゃないかな、クジラスイム、うん、スイムかな、うん、もうずっと聞いてますもんね、そのお話は。クジラだけだね、クジラ一本。冬はまあ潜るのも潜るんだけど、うんうん、だって冬ったって水温23、4度あるから、まあ、水の中は暖かいって言いますもんね、うん、クジラやっぱ寒いですよ、クジラの時は。あ、冷たくないとクジラも来ないですか。いやそうじゃないと思うんだけど、うんうん、海はまあまあ水はそんな冷たくないけど、はい、多分寒い、あの船の上だから。あ、そういうことか、なるほど、うん、一日まあ海の上気温は低くないとはいえど結構風とかは吹いてますもんね、うん、まあボートコートっていうのを着るんだけど、うんうんうん、ボートコート着ているかな。で下はウェット着ちゃってからもう、うん、あ、そっか、乗ったらすぐ俺ウェット着ちゃう人だからもうすぐ入るぞみたいな。もうすぐワクワクしてる、あんまこういうこと言っちゃいけないのかな、もう沖縄も中止されるかもしれないっつってるから。あ、まあ行けたらラッキーぐらいな感じですかね、うん、ただ追いかけ回したりとかはしてないんですよ実際、はい、まあ本当動画見せたいんだけど、うんうんうん、あの場所がバレちゃったりするから見せたくないのもあって、あんま言わないのもあって、うんうん、どこでやってるのも言わないしね、うんうんうん、で見るとうち来た人とかうちライターとかみんな見てて、はい、えこんな向こうから寄ってくるんだっていうぐらい、うん、すごいですよね。やっぱ興味があるんだよね向こうも、だそれを分かって入れば逃げないんだけど、うんうんうん、必要に追っかけ回したりだとか驚かせるようなことをしないようにしないといけないですよね。船で、写真撮ってても、はい、もうだから船長がすごいやっぱ上手なんだよね、もう何年もやってきてるから。でこれ多分いけそうだなっていうのも分かってて、はいはい、うん、ずっと見ていくわけ、距離置いて、距離置いてるけど、うん、音は聞こえてるから、クジラもそれで逃げるやつもいるし、はい、寄ってくるやつもいるわけよ。で、まあ、寄ってくる子を見ながら、じゃあ今潜ってみようかとかってなる、だから1日ぐらいちょっと行って、うん、クジラと泳げるかっつったらまあ確率は低いよね、うんうんうん、でやっぱ毎年それ見てて、これ去年来てたやつだなとかもさ、フィン見て俺たちも分かったりするわけよ。賢いですね。だそういうのがもう、うん、あこの親はベテランでもう何年目ですよっていうのも分かるわけ、ガイドさんとかはみんな、あれ去年潜ってすごいじゃなかったみたいなんでこう進んでいくから、結構そういうところで、まあ、楽しみというか、まあ、自然相手に遊べるっていうか、うんうんうん、ウォッチングでもなんかウォッチもがっつり1日行ったら楽しいと思う、うんうんうん、3時間ぐらいのツアーじゃなくて、あハマる人はハマって、うんうんうん、見るといいのかなっていう。そうですね、確かに冬の沖縄のアクティビティのといえばぐらいになるかもしれないですね。他ないもんね、確かに、うん、沖縄だからできることってそんな冬、うん、すいません、あんまり思いつかない、うん、ムチと私は冬の風物詩はムチです。食べ物に行ってる感じ。食べ物に行きました。だから、やっぱりでもムチの時期、ムチビーサって言って、うん、寒くなるよね、まあ、一番寒くなるので、うん、その寒さもあって冬かなっていう、うん、本当そうだよね、うん、ムチビーサの前後1週、まあ、そこの1週間ぐらいでしょ。そうですね、ムチの日にってわけではないんですけど、はい、その前後でガクンと気温が落ちて寒くなることがやっぱり多いので、それ終わってあるともうさ、うん、一気になんかあったかくなってきて、ね、あもうそろそろ冬も終わりかなって気になってくるのです、うん、もう先人たちはすごいなって思いますし、そうだね、ムチビサすごいよね、当たってるよね、うん、毎回ね、すごいと毎年思いますし、やっぱりムチが美味しいんで。そっちか。そっちだ、うん、まあでもその月桃の葉っぱでお餅を包むんですけど、うん、ムーチってその月桃の香りが、うん、何でしょう、多分県外だとアロマ的な匂いに感じる人が多いそれはある、ですけど、もうこっちはもう食べたくてしょうがない、美味しそうな匂いしか感じられなくて。そうだね、まあ、月桃自体がほら、はい、あるの沖縄だけじゃない、うんうん、東京なんかないからさ、はい、うん、
そこら中にね葉っぱがあって、ね、っていうのが、ね、小学校の中庭とかに生えてるので前を通るたびにお腹すいたってなりながら帰ってくみたいなあそういうもう擦り込みが入ってるんだ。入ってますね。でもね都ではなんかムーチーとかを食べないらしくて、ゲットの香りはすごい苦手っていう子は結構いました。都出身だと。なんでその、まあ、島になっちゃうとやっぱり多少そういうズレがあるんだね、まあ、文化が違うみたいで、うち食べないから苦手でって言ってたので、なんでしょう、県外の友達にあのムーチーってあの初めあの生まれてすぐその初めてのムーチーの時、うん、ハチムーチーって言って、うんうん、眉毛とか健康祈願であげたりするんですけど、それを県外の友達に送ってみたんですよ。でだからその匂いが独特なので大丈夫かなと思ってそわそわしてたんですけど一応その子には受け入れてもらえて、よかったって思った記憶が、思い出がありますね。痛んじゃってるんじゃないのって思われちゃいましたからね、うん、ね、そういう思い出はありますね、うんうん、食べ好きですか？俺あんま好きっていうか甘いのがあんま苦手だから。そうか、言ってましたね。そう、うちの嫁はすっげえ食ってるよムーチー今日お母さんとか言ってもらってきて、こっち行ってもらってきてっつってやってたから、ホクホクして帰ってくるんですね。そうそう、うんうん、ニコニコして食べてる。やっぱ、やっぱ冬の風物詩なんですね、うん、あの人はクジラも始めちゃったからね、ウォッチングだけはしてるから、うんうん、いい、増えましたね、冬の楽しみが、うん、そうしたらいいな。海に行けるっていうのはいいことです、沖縄の人が、うんうん、はい、じゃあ次行きます、はい、台風の日の過ごし方どう過ごしてますかね、台風の日の過ごし方どう、うん、まあまあそう、あーなるかな、これせーのなの、うん、せーのかな、まあいいや、まあ、行ってみますか、はい、とりあえず、はい、せーの、ゲーム仕事してるまあ家にいてできることなので、そう、うん、普通に俺仕事してる、できますもんね、うんうんうん、全然、まあ、うん、ウェブが落ちちゃってるか電気落ちてたら別だけど、でもまあ最近停電もそんなにしないですしね、うん、あんましないね、でっかいの来た時だけで、うん、うちしなかったんだよあの時も、あ、うんうん、あの、うん、3年4年ぐらい前のすごい大きいやつですよね、うんうんうん、あの時は、はい、あの読谷とか1ヶ月停電してますとか、車もまだ電話はまだ2ヶ月ぐらいつながらないですって、女さんあたりで見せた時ちょっと島に行くと全然治ってないですってありましたもんね、うんうん、あの時も停電はね2秒ぐらい、あれ暑いだみたいなで終わったわけ、うんうん、確かに那覇もそうでした、まあ、多分一部古い地域は落ちちゃったとこもあったみたいなんですけど、議論、うん、半分ぐらい落ちたらしいけどね、うんうん、長田とかあの辺は大丈夫だったんですね、うちのところは多分近くになんかね、引っ越す時に僕それ考えたんだよね、あの移住の時に、うんうんうん、病院があって基地があるから多分ここの送電線落ちにくいんじゃねえかなと思って、はいはいはい、結構正解だった。あ、それは確かにいいかもしれない、ね、北中のあの落合さんのクジラお店は落ちてて大騒ぎしてた、はいはいはい、電源つながるとかつながるよって冷蔵庫うちの置くっつって冗談で言ったぐらい、うんうんうん、でもそうですよね、食べ物があるところは死活問題ですよね、読谷、うん、が停電だとか、はいはいはい、ガチャガチャしてこっち持ってたやつこっち持ってたこっち持ってたこっち持ってたやつなんじゃないかな多分、うん、大変だ多分大変。でもそうか、先週の移住の話にもなりますけど、 その台風でその電気が落ちにくいとか、うん、そのまあ、あると思う、土砂崩れはそんなにないですけど、その冠水がしやすいところとかもあるので、あ、 そうだ、ね、そういうのは、まあ、不動産屋さんに聞いたりとか、まあ、住んでる人に聞いた方がいいと思う、ね、うんうん、不動産屋さん言わないで貸そうとするから、ね、住んでる人にこの辺どうなんですかとか、ごめんなさい、うん、聞ける人がなんか、うん、買い物でもなんかご飯食べに行ったお店でもちょっと聞いてみるとか、うん、俺結構したかな、飲み行ったところで聞いたりとかした、この辺ってどうなんですかって言ったら、台風は大丈夫ですよとか、うんうん、そうですね、まあ、うん、居酒屋さんとか飲みの場であれば割と聞きやすいかもですね、うん、確かに、うん、まあ、気にした方がいいかもしれないですよね、うんうん、私は休みの日はあんまり仕事しないやつなので、ね、うん、まあ、ゲームというか、まあ、だらだらしてますねレンタルビデオ屋さんが混む、まあ、確かにね、うちのそばはもうそうだな、うん、まあ、そうです、最近はね動画配信とかも増えたのでそういうの落ち着いてきたかなとは思うけど、いつもよりは多分人多いでしょうしね、うん、そうだね、うんうん、まあ、コンビニおでんが売り切れるというか、コンビニの棚が空っぽになるのは、まあ、これは日常茶飯事なんで台風の時は何も
台風の目に入った瞬間にみんな買い物に行くっていうね、うん、あ、なんかそれはびっくりされましたね上がったって言った瞬間みん な, なんかスーパー行くとうわーって混んでておへーみたいな棚のものが全部ないみたいな2時間ぐらいはいけんなこの目の大きさだったらとかなりますもんね、うん、あるある。あとあれですよね、ヘクトパスカルを読めるのか読めないのかで沖縄の人かじゃないかって分かるみたいな。確かにねそ, ううん、それがだからあの高潮になったりするのも、はい、プラス何センチ来るからこれ危ねえなとかっていうのも、うん、やっぱ沖縄ならではの、ね、やっぱ感覚ある、うん、そうそうあるよ ね, ありますね。これがだから満ち潮の時だとそれにヘクトパスカル分だけだから50センチ上がってくるなとか、うん、上がってくるから、うん、まあ、絶対いかんめってなるし、うんうんうん、危ないとか、うん、結構大山の方ってほらあのドンキホーテの裏あたりってさ冠水すんだよね。あーしそうですね確かに、あの辺は、まあまあ、びっちゃびっちゃだよ台風の時俺一回やばいよこれと思ってもう車走らせるの怖いなってなりますよね、うん、そうアロマの湯にお風呂に入りましたっけ。あ、はいはいはい、でこれ台風の日ちょっとこれ避けた方がいいのかなと思って今日帰ろうかなと思って諦めて試しに行こうかと思ったら その時に浴槽を買う決断をしたのあ、そうか、浴槽がない分温泉に行ってたんですね。別にいいやと思って、うんうん、温泉で楽だしって言ってたんだけど、うんうん、広くて気持ちいいですもんね、うん、そう台風の日、うん、まあ今も今の時期も多分お家の中でねこもってることが多いので台風の日どうやって過ごしてるかなって考えたら意外と参考になるかもしれないですね、うん、電気がつながってれば普通に、うんうん、今テレビもほらネットのテレビが見れるやつあるじゃない、うんうん、ありますね。 Wi-Fi つながりやすとか、はいはい、そういうのにすればそこら辺はね、まあ、クリアできるよね。見るものには困らないだろうし、うんうん、アマゾンでもいいし、うん、ネットフルでも何でも ね, ですね。本当はなんか本とか読んで知的に過ごしたいなとは思うんですけどねうん、うん、まあでもいろいろ過ごし方はあるはずなので、はい、はい、でそうですね今52分 いけますかね。じゃあいきます。定番の、あ、すみません、沖縄の定番のお土産といえばですね、うん、なんだっけな、まあ、定番も自分が持っていくものですよね、とか渡すものとか、うん、うーん、うん、決めました。はい、せーの、チンスコ豆板漬けチンスコはまあ確かに定番ですね。うん、うんうん、変わらずって感じで、まあ、人によってなんだけどね、うん、空港で女の子だったらなんかプルプル顔にあるやつとか、あ、フェイスシートとか、そう、あれのなんか、はい、ヘリオスさんが出してるやつとか結構高いんだけど、はいはい、いいっていう人がいてそれを買っていったりとかしたりとか、うんうん、はい、そうですね、相手によるけどね。でもまあ、うんうん、まああまり持っていくこともなきにしもあらずだけど、うん、大体でもチンスコかな。おー、チンスコはどこのを持っていくとかあるんですか。大体空港で買うと雪塩チンスコになっちゃうよね確かに、ま、で、うんうん、それをさ工夫しちゃうと、うん、あ、また持ってきちゃったって言われるんだけど、関さんいつもこれ持ってくるよねってなんでっていうのがあるんだけど、はいはい、なんかチンスコは雪塩のに、うん、荒垣さんとかもあるんだけど、うんうんうん、いろんなの持っていくと、はい、あ、この間のが良かったって言われると、うん、次行った持っていくときに、うんうん、ほら、あっちどっち買うんだったっけって分からなくなっちゃうじゃない。あ、なるほど、だから同じものをずっと与えてる感じなるほど、そういうやり方なんですね俺はね新しいの持って行ってもいいけど、うん、自分が分かんなくなっちゃう。そう、誰にこれを持って行ったって分からなくなっちゃうじゃない。でも会う人が多いですもんね、関さん、うん、確かに。でも、まあ、決まった人だと、うんうん、これ好きって言ってるから、はい、じゃあなんかヤンバル酒造のヤンバルクイナが好きっていう人にはそれを買っていく、はいはい、まあ、それはロックオンしてるんだけど、うんうん、じゃない人たちで、うん、雑多に会う人いるじゃん、何人かで、はいはい、わーってあったりする時にバラバラに買っちゃうと分かんないから、それはバラバラに買ってっても、うんうんうん、みんなで分けてってバッて出す、分けやすく包装されてるシーンですね、そうそう、みんなで分けてって出すかな、うんうん、あ、確かにそうですね、うんうんうん、私はあの前半でも出てきたんですけど、冬瓜を使った冬瓜漬けですね。なんか、まあ、あ、でも沖縄の人にそういうのもらうと食べるよね、うんうんうん、俺とかが持っていくとそれ説明しなきゃいけなくなるから持っていかないんだよね、うん、あ、まあ確かにこれ何って言われちゃん、うんうんうん、でも沖縄の人が持っていったら冬瓜漬けって、琉球料理だからって言われたら、はいはい、あ、そうなんだって思うんだけど、うんうん、で、何でしょう、沖縄のお土産ってそれこそチンスコとかベニーモタルトとか一応ありはするんですけどまあ一通りみんな食べたことあるだろうなっていうのもあって、まあ
うん、沖縄の、それは間違いないね、うん、まあ一応ね沖縄のちゃんと人だし、どうせならなんか沖縄のもっとなんかマニアックなやつを知ってもらおうかなと思って、まあなちょっと高いお土産にはなるとは思うんですけど、冬瓜漬けとかを買ってって、どうやこんな上品なお菓子もあるんやぞみたいな感じで、なるほどね、でちょっと新やあげたりとかするかな最近はって思いますね。まあね、要求してくる人は最近俺にはみんな、うん、俺これ好きとか、だから豆腐用好きなんだよねとかって言われた人には、うんうん、あこの人豆腐用だとかっていうのは覚えてて、うんうん、で他の人はもうお中元とかの時はもう全員ゴールドバレルって決めてる。あでもあのそう美味しいやつはいいですよね、うん、高いし買うの大変なんだけどね、うんはい、毎週毎週行ってもう3日連続で行ったりとかするわけ、うん、言ってましたもんね、うん、朝一で行かないと手に入らない、うん、だからもう泊まったりするんだけど、うんうん、宿泊してこれ買ってんだってみんながバカじゃねえって初めは思ってたんだけど送っていいから送って食べてみてっつったら変わったもんね、うんうん、だからもうこれはもうまた来年も並んでくださいってなりますよね、うん、そうだから植えちゃおうかなっていう、うんうん、分かんないけどどうなるか、うん、ありだと思います。でも、うん、もうやっぱりいいものをもらうと嬉しいですからね、お中元とかお歳暮とかそういう区切りの時だと、あんまラジオで言っちゃダメだね、買えなくなっちゃうと困るから、まあ、あともうゴールドバレルを作る人を増やすしかないですよね。いや農家買っちゃおうかなとか思ってたんだけどマジでそれぐらいで出資する人いない人だけ多分4人ぐらいいるんだよね、あ俺がやるっつったら、はいはい、そういうマジでやろうかなっつってこの間まで考えてたんだけどちょっと今回コロナの件でねちょっと一回落ち着こう、落ち着こうって感じではあるけど、でもそうか買い取ったらもうちょっと生産量増やしてくださいね、うん、そうだよね、うんうん、だから生産量もある程度増やすし、なんだろう、ただほら、うん、売るのは得意だからうちの場合は、うんうんうん、そうですね、別にもう予約取るんだったら1年前から予約取れるし、はいはい、それで数上げていくのはできると思うから、はい、なんかその辺はね、それはそれでちょっと楽しみかもしれないですね。東村に住んじゃおうかなみたいな別宅が東村にできるみたいな、うんうんうん、あまあちょうどそろそろいい時間ですね、はい、と電話にはそろそろ、いい時間なので、はい、お互いの好みいろいろ買いまみれて参考になったかな何か、まあ、同じもの持ってきてんだなって思われるようになるよね、うん、俺ね、いやいやでもまあちょっとお土産に関しては、まあ、参考になった部分ももしかしたらあるかもっていうところなので、うん、はい、またまたではエンディングに行きたいと思います、はい、はい、うん、スタンダード対決個人的には意外と面白かったです。うん、そうですね、はい、うん、あんま普段ね、うんうん、そういうの言わないし、そういう言い合いじゃないですけどこう、ね、好きなものを話すっていう機会も意外とないので、サイトの中にもそういうのは、ね、反映できるようにいい勉強になりました。あ、よかったです。では来週もこの時間にお会いしましょう。それでは。